やっと着いた。これは素潜り漁師のマサルが10日間のサバイバルに挑んだ時のお話。断崖絶壁の環境、マサルは攻略することができるのか。サバイバル生活4日目、大量のカブを手に入れ、葉の蒸散を利用した水分の確保に挑戦。そして魚を狙うためにペットボトルを利用した簡易的な仕掛けを設置した。果たして水と食料はゲットできるのか。おはようございます。5日目4時20分です。はい、ということで早速ではありますが、何か獲物をね取りに行ってみましょう。なんかいるといいな。魚バケツで救えるんじゃないか。お、救えた。あ、逃げた。めっちゃカニがいる。あ、滑る滑る。いてて挟まれた。磯輪餅も狙っていきますが、今日はなぜかほとんど出ていませんでした。はい、戻ってきました。いや、今日は不良ですね。はい、ずっとねタコが食べたくてタコを探してたらタコもいなくて不良でした。で、今日分かったことは、極限に空腹になると人間ものすごく胃が痛くなるっていうことが分かりました。めちゃくちゃ胃が痛いです。で、あと1時間ぐらいでね夜が明けるんで、夜が明けてから調理しましょうか。さて、朝になりました。今日はねサバイバル生活始まって初めて突風が吹いてない、風がなくてね、いい天気ですよ。じゃあまずね、昨日仕掛けた仕掛けに魚がかかってないか見に行きましょうか。もうねずっと胃が盛大に気持ち悪い。早くなんか食わないと。さすがにしんどくなってきたわ。なんかかかってるかな。いや、かかってそうだぞ。わわわわ、待って、魚かかってんじゃん。やば、かかってる。やば、テンションめっちゃ上がるんだけど。きた、最高。正直こんな仕掛けで魚がかかるとは思わず、自分自身驚いています。うわー、すげえ。でも一個だけか。まあかかってないやつはね、もう一回入れときましょう。来た。で、昨日の晩の間にね塩もできたんですよ。この残ってる液体は多分にがりですね。ちょっと舐めてみるか。うん、多分にがりなんだと思う。すごく苦い。豆腐を作る時とかにね使うらしいんですけど、まあ使い道ないんで捨てます。塩めっちゃうまくできてない？白くできてる。しかもうわー、久しぶりに味があるもの食べた。塩すげえな、これ。もうちょい水分飛ばすか。ちょっと上っていいだわ。もうなんかちょいちょい火傷してるけど、もう何も思わなくなってきた。よし、いいかな。やっぱり1回目より2回目の方が格段にうまくなるね。めっちゃ塩だわ。磯輪餅の塩は正味クソまずかったからな。ほら、すごい。鍋が相当熱い。めっちゃ固まってるんだけど。鍋の色がついてるな。まあこんぐらいでいいか。5日分は取れたでしょう。よし、それじゃあね料理作っていきましょう。ハゼの仲間ですね。何ハゼか知らないけど、これを唐揚げにするとうまいのよ。油と片栗粉と小麦粉持ってきとけばよかったな。ものすごく唐揚げが食べたい。まあ今回はなるべくあるものだけでやりたいんでね。普通にハゼじゃない。まあお腹出すだけですね、正直。鳥がうるさいな。うわ、スズメ食いてえ。ムカつく。スズメも本気出せば取れる気がするんだよね。で、シンプルにね焼いていきます。あとね、シャコ、カニで、タカセガイっぽいやつ。これはタカセガイじゃないな、多分。昨日ね準備しておいたカブの水ができてるか見に行きます。一旦ね。どんぐらい水集まってんだろう。開けてみます。うわ、きつく縛りすぎた。開かね。衝撃なんだけど、こんだけ。これサバイバル術とかさ、これ言ってたやつ訂正した方がいいよ。こんなもん飲んでどうなの。もう終わりです。一口にも満たなかったね。しかも普通にカブの味する。これだったらもう今までみたいにずっと茎噛んでた方がよっぽど水の摂取はできる。今日はねこのカブの葉っぱを利用して蒸し焼きみたいな感じでね作っていこうと思います。こういうことね。うん、切った方が良かったか。
なんか無水料理みたいなのがあるじゃないですか。こうやってあれば水が染み出さないかなっていう魂胆ですけど、どうでしょう。これが鍋みたいな感じになってくれたら俺は満足。よし、それじゃあ気長に待ちましょう。蓋がないから適当に石で蓋しとこうかな。いいんじゃない。ちょっと怖いんで海水入れよ。はい、完成ですね。熱いんで日陰で食べましょう。いやマジで熱い、直射日光が半端ねえ。いただきます。まあほぼほぼ予想通りの味ではあるよね。魚はどこだ。うわ、ボロボロになってる。いただきます。あ、ほい、久しぶりの魚うまいな。チャコなんて絶対うまいでしょ。あー、チャコバカうめえ。丼いっぱい分食いたい。じゃあカブもね食べます。あく、え、カブめっちゃうまい。カブの醤油で革命的にうまいぞ。おでんみたい、うまっ。でも昨日ね、カブを食べてみて分かったことは、糖分めっちゃ大事。糖分食べるだけでだいぶね元気になるんだよね。まあカブの糖分なんて知れてるけどね。じゃあ次は高瀬貝いきましょう。高瀬貝、まあこれは割って食べます。おら、硬っ。砂だらけだよ。うわ、高瀬貝の肝うまそう。いや美味しくねえや、絶望的にまずい。じゃあ身を食べます。うん、身はうまい。あとこのカニも食べましょうか。ちょっと今日はね割ってみようかな。ふんどしを取って、こっちも取れるだろう。あつつつつつ、うん、超うまい。殻は結構硬いんだよね。身だけ食べて出そう。はい、それではごちそうさまでした。まあ明日から森を使うんで食料不足が解消できるんじゃないかな。5日間よく耐えたわ。はあ、今日はね、昨日見た池から水を汲んでこようかなと思ってます。今のところもう海水で煮るか焼くしか調理方法がないんで、まあ水が欲しいね。ただ今日は暑いわ。とてつもない直射日光が当たってる。この見切れてるところものすごい光が出てるでしょ。暑いんだわ。行きますか。池は崖を3つ越えた先にあります。直射日光がきついですが、水の確保に失敗したので仕方なしです。あ、でも降りてく道があるわ。これ池出れるんじゃない。おお、わ、粗大ゴミが捨ててある。池出れたぞ、すげえ。船もある。いやー、ついにね着きましたよ。ようやくまともな飲み水が手に入りますね。よかった。はあ、5日目にしてようやくか。じゃあできる限りね汲んで帰ろうかな。やっとだ。足かける場所があんまないな。やっとゲットや。海岸に漂流しているペットボトルを使っていきます。いや、やった、水や。しかもめっちゃ透明、思ったより。あとね、食材がいたわ。ここ最高かもしれない。食材がいるの分かるかな。食材ですね。あそこにもいる。はい、これ3匹ね食材をゲットしました。これジャンボタニシですね。まあ、この回は関東重血線虫って言って、感染すると死ぬ可能性がある菌を持ってることがあるんでね、まあ、皆さん素手で触らないようにといったところです。もう今どうしようもないんで素手で触ってますけど。よし、じゃあなんとか入ったわ。戻りましょう拠点に。暑いなマジで。早く水飲みたいわこれ。はい、それでは拠点に戻ってきました。マジで地獄だった。ただでさえこの炎天下で歩くのがしんどいのに、めっちゃ重いし疲れたわ。で今ね5日ぐらい風呂に入ったりとか水浴びたりしてないんですけど、潮風とかでもう体がベッタベタになっててものすごくストレスなんで、海入ろう。うん、思い返せば4日目までは全くの余裕がなく、体を洗うことなどすっかり忘れていました。ああ最高。海水にいるととんでもない暑さから解放されるのでしばらく入っていました。
やっぱすっきりするね。だいぶ精神が戻ったわ。やっぱメンタル面が一番大事かもしれないね、サバイバルに関しては。まあともかく水を1本、これ重たいんだよな、2本3本、まあ合計どんぐらいだろうな、7リッターぐらいねゲットしたんで、もうこのサバイバルクリアしたも同然ですね。もう水と食料がね手に入ったんで。ただ日向にいると本当に暑くて地獄なんで、しばらく寝ます、涼しくなるまでね。もうねこの生活のせいでどこでも寝れるようになってしまった。実はね海水ってねアトピー性皮膚炎にねすごい良くて、実際になんかタラソセラピーとか言ってね海水浴が、ね、推奨されたりしてるぐらいで、海入るとその海水の塩分みたいなものが体の表面にね膜を作って体が乾燥しにくくなるっていうのかならしいです。はい、俺もね確かに言われてみれば軽度のアトピーがあったんだけど、漁師になってから一回もね再発しないんだよね。ほら元々めっちゃ荒れてたんだよね手とか。ということで最高の風呂でした。じゃあ寝たし風呂にも入ったし涼しくもなったんでね、エスカルゴジャンボタニシをね食べていきますか。でかいな、ちょっと洗うか、大量に水があるしな。これに水を入れて、もったいないでこんぐらいでいいでしょう、茹でていくだけです。ジャンボタニシは外来種で、日本ではね稲とか食べるからすごい嫌われてますよね。まあ俺自身初めて食べるんだけど、どうだろう、美味しいのかな、わかんないけど、結構ね身の量があるんで貴重なタンパク質ですね。じゃあ貝をね焼いてる時間に水をろ過して飲み水を作っていきましょう。よいしょ。何度か清水に使用したろ過装置、これで水をこしていきます。水が出てきてますね。まあ若干黄色いけど、ここからまた煮沸消毒していきます。ジャンボが食べれないってことはないと思うんだよね。もうずっと地面に寝てるから腰が痛い。あーそう、なんかジャンボタニシとか大層な名前がついてますけど、ほとんど身がないです。めちゃくちゃ縮みました。全然美味しくね、食感も悪いしヌルヌルしてるし、味もないしドブ臭い、めちゃくちゃまずい。どんなお腹空いててもまずいもんまずいわ、体が拒絶する味をしてる。美味しくな、まあでも一応タンパク質なんでね食べますけど、なんか結構美味しいと思ったから残念だわ。泥抜きして塩もみして味付けて食べれば美味しいと思う。無味の状態で茹でても全然美味しくない。見てよこれ、黄色い汁みたいなのが出てきてる。黒い。2匹目、美味しくねえな。はい、まあジャンボタニシはね残念な結果だったんですけど、水を作っていきましょうか。念願の水ですよ。もう暑いんでね、また日陰でじっとしときます。そろそろちょっと家に帰りたくなってきたな。5日目、まだ5日ありますね。頑張るか、あともう少しやな。ものすごい量が少なくなってる。はい、水です。めっちゃ茶色い、多分鍋の色が溶け出してるんだね。熱っ熱っ、低水と同じ味だな。多分ね鍋の金属の味が溶け出してるんだな。なぜかこの水は全身が拒絶する味がしました。おそらく鍋を洗わずに使っていたのが原因です。今日も何もうまくいかず、さすがに精神的に参ってきました。まあ正直ね、食べ物はもう割とあれでいいかって感じだけど、水がなしんどいよな。なんであんなすげえ嵐来てさ雨降らないんだろうね。ついてないわ。まあしゃあないな、あと5日これで頑張ります。ぐいっと飲める水がね欲しい。すごく嫌な味がするから。もう一個ねやりたいことがあるわけよ。すごくね俺の大好物がねあったんだよね、さっき。ちょっと取り行こう。見てください、俺の大好物オイスターですね。取れた、オイスター。何ガキか分かんないわ。うまっ。もう一個のガキはね焼いていきましょう。まあでもあんな水でもね飲まないよりはマシなんですよね。うわ煙たい。じゃあカキ食べよう。カキめっちゃ好きなんだよね。割るか。いただきます。
めちゃくちゃうめえ。牡蠣はレベルが違うな。最高。でも2匹しかいなかったんだよな。まさかの大雨や。すぐやみそうだけど、大雨でもないか。雨水が飲めるかと思ったらすぐやんだわ。で、今から拠点作り用の資材をひたすらに集めて今日は寝ようかなと思います。夜はね、カメラマンいないとね、正直撮影できないんで、赤外線カメラ買っとけばよかったなってめっちゃ思ってるけど、まあもうどうしようもないんで、まあ特に映像とかないけど、今からひたすら屋根用の資材を集めて、明日ね、屋根を作り上げて下の夜にね、魚つきに行こうかなと思います。まあ昼間行ってもいいんだけど、今の時期水深15ぐらい潜んないと何も取れないから、多分ねそんな息持たないからね、夜行きます。いや、もう昨日ぐらいからね、空腹が半端なくて、なんか基本的にタンパク質しか取れてないから、脂質と糖質の塊が食いたい。腹減った。もう今考えてることはサバイバル生活終わったら何食おうかなってことだけですね。一番食いたいのはマクドナルドのチキンクリスプを吐くまで食いたい。コーラで流し込んでね。まあ島にマクドナルドないんだけどね。いや、でもチキンクリスプは食いたいわ。まあ今日でね、水は確保できたんで、なんとかサバイバルはねクリアできたかなって感じなんでね、明日屋根を作ったらもう快適な生活が待ってますよ。にしても毎日天気悪いな。夕方は、まあ夜はライトをこうやってね口に噛んで行動してます。ヘッドライト持ってきてたらよかったんだけど、ないんでね、こうやってやってる。これ両手が動かせる。よし、じゃあ資材集めに行ってくるか。はい、それではね、結局1往復しかしないんですけど、5日目は終了です。寝ます。まあ明日はね、ついに魚が食えるんでね、楽しみですね。まあ多分ね、結構海荒れてるんで小魚狙いにはなると思うけど、もうね、ちっちゃくてもいい、魚が食いたい。